マミアがお前を追って村を出た。アミバがトキの偽物だと俺が突き止めたとき、本当のトキの居場所を探しにな。ある町で落ち合うことになっている。無事ならそこで待っているはずだ。熱い女だ。こいつです。トキの居場所を嗅ぎ回っていたのは俺たちやな。頭にトキのことを探ろうとするやつは殺せと命令されているのだ。おれ、骨がきしむぞ。たまんねえ。若い女の骨はいい音がする。町の様子が騒がしい。急ごう、ケン。嫌な予感がする。お前たち怪しいな。さては、トキを探している連中だ。感づかれたか。うん、先を急ごう。連中だ。俺たちの待ち合わせ場所に現れると。やるな。早くこいつを殺すぞ。ケン、トキはカサンドラというところに囚われているわ。こいつらはそこの処刑部隊よ。
数時間に目が覚めたお前の頭に俺が会いに行くと伝えておけ。バカめ、貴様ごときがあのお方にかなうものか。これも伝えておけ。この世に俺より強い奴はいない。ケン、帰れ。これは俺自身の問題だ。奴の心の中にユリアンがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。分かっているわ。ただ少しでも剣の宿命を、あの人の苦しみを救い取ってあげたい。その報われぬ愛のために。マミア、まだなのか。近いわ。聞こえない？鬼の鳴き声のような音が。これがカサンドラ、またの名を鬼の鳴く町。ここに時が。一度収容されたが最後、二度と生きてあの門をくぐることができない至風の監獄と。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。時、本来ならば彼が北斗神拳の伝承者になるべきはずの男だった。神技体、どれをとっても火の打ち所がなく、あの邪気でさえも認めていた。だが、あの時。早くシェルターへ。ケンシロウ、ユリア、こっちだ。ごめんなさい。ここはもう一人、いえ、どう詰めても二人までです。時間がありません。すぐに死の灰が押し寄せてくるわ。マミア、トキ、リーザ、待て。そして2週間後、俺たちがそのシェルターから出た時、時は俺とユリアのために死の灰を浴び、伝承者の道を断念した。ケンシロウ、私はいずれ死ぬからだ。それまでに何人の命を助けることができるか、それが私の生きていたという証だ。俺も会いたくなった、その男に。今日はいつになく鬼たちが泣きおるわ。国長、あの時が美女。あの何事にも無反応だった時が、さすがだな時。このわしの伝説に挑戦する者の到来を予感しているようだな。